さあここでですね、放送席にはパンクラス創始者船木正勝さん、そしておなじみ安田鶴亮さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのですね、船木さん、はい、まずこの船木さんのですね、ふるさと新日本のリングで、はい、飛び出して船木さんが追い求めた理想のレスリング、パンクラス、はい、そのキングオブパンクラスのタイトルマッチが新日本のリングで行われること、この考えというのはいかがですか？自分としてはなんか嬉しいですよね。嬉しい、まさか、まあ、新日本プロレスとはこういうふうにその関わりが持てるとは思いませんでしたので、まあ、そういう意味では嬉しいですね、逆に。まあ、タイトルは取られたんですけども、はい、その決定戦でそのジョシュ・バーネット選手が取っていって、でその、まあ、タイトルマッチが新日本の、はい、しかもドームでできるっていうのはすごくなんか嬉しいですよね。嬉しいということですか。まあ、できれば高橋選手に、はい、あのタイトル取り戻してほしいですけど、鶴亮さん、はい、これ新日本にとってもパンクラスにとっても、はい、マット界にとっても歴史的な瞬間じゃないかなと思うんですが、そうですよね、まあ、1年前っていうのはね、はい、こういったことってあのみんなね分かりもしなかったですからね、はい、でパンクラスファンもこれは非常に複雑な気持ちだと思うんですよ、だから一心にこう今日はですね、あの高橋選手にね、あの期待を込めてると思いますけどもね、はい、村木さん、はい、端的に言ってバーネット高橋どっちが有利ですか？そうです、まあ、体格はバーネット選手の方が全然大きいんですけども、はい、まあ、高橋選手のスピードですね、スピードとあとはそのパンチ力、はい、すごくあの強くなってますので、はい、まあ、本人今日もすごく調子がいいみたいなので、まあ、できるところまでやってもらいたいですね、はい、まあ、どっちが有利かというのは、まあ、開けてみないと分からないです。はい、分かりました。キングオブパンクラス無差別級タイトルマッチです。キングオブパンクラス無差別級選手権、さあ必死に逃げようとするが後ろからジャーマン投げました。パンクラスのリングで、さあそしてそのままもう一度投げた、攻めていく攻めていくジョシュ・バーネット、さあペースを握っています。そしてさあどうだ、バックからスリーパー決まるのか、タップ入った、勝ちましたジョシュ・バーネット。戦慄の他団体パンクラスのリングに乗り込み、見事タイトル奪取に成功したジョシュ・バーネット。新日本最強外国人を軸する青い目の闘魂戦士が今宵新たな刺客を迎え撃つ。ハイブリッド鬼軍曹高橋芳樹、アマレスで鍛え上げたグラウンドテクニックとボクシング仕込みのハードパンチ、旗揚げ時代から活躍を続けるパンクラスの重鎮が流出した最高峰王座奪還へ必勝を期す。ストロングスタイルの誇りにかけてもホームリングでの負けは許されない。新日本所属パンクラス王者、初防衛なるか。俺は新の王者になる。プロレスは敵だ。新日本パンクラス無差別級選手権、ジョシュ・バーネット VS 高橋芳樹。パンクラス戦績44戦25勝16敗3分け、無差別級第3位、180センチ、 94.5キロ、高橋芳樹。ハイブリッド鬼軍曹、ベルトは取り返す高橋芳樹です。赤コーナーチャンピオン新日本プロです。パンクラス戦績1戦1勝、191センチ、 117.5キロ、ジョシュパン。アメリカ人、新日本所属、第10代キングオブパンクラス無差別級王者、プロレスを愛する25歳ジョシュ・バーネットです。さあこの試合はパンクラスルール5分3ラウンドで行われます。プロレスルールと違いまして、ロープブレイク3カウントはなし、そしてチョーク攻撃と顔面へのパンチ、オープンフィンガーグローブにて認められております。パンクラスルールで行われますキングオブパンクラス無差別級タイトルマッチです。さあパンクラス10年目、初めて外のリングでタイトルマッチ、歴史の幕が今開きます。始まりましたキングオブパンクラス無差別級タイトルマッチ、王者ジョシュ・バーネット、そしてベルトを取り戻すべく新日本プロレスの東京ドームに上がってきました高橋選手。高橋プレッシャーかけてますね、前から行きましたね。まずは高橋が行きました。
バーネット選手は、組みつこうとしてますね。まずは打撃を避けての攻防を狙ってますか。高橋選手の打撃の、さあ三角くん入ります入ります。組みつこうとしますね。さあパンチを見合っていきます。まま入りましたね。高橋選手のパンチ入ってますね。このままですね、どん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 あのパンチを出して回り詰めて、コーナーに、押し潰そうとしてますね。うん、前 の近藤戦みたいな感じですね。さあジョシュ・バーネットの出方、そして高橋の出方。高橋選手のパンチすごい速いですので、キレがありますね。結構入ってますよ。はい、まあ、ジョシュ・バーネットとしてはどちらかというと打ち合うよりは組みつきですね、持ってきたわけですよね、はい、さあこのあたり高橋が組みつかせずにこのまま打撃戦に持っていくことができるか、まず最初の争点になりました。かなりプレッシャーかけてますね。ですよね、細かくジャブを出してきます高橋。ジョシュ・バーネット入り込めませんよね。入れないですね。さあ右からフックも見舞う。気迫でちょっと押してますね、このあたりかなりそのベルトを取り戻すということに関しては高橋の決意が見えますよね。さあ大きく振っていった。面白いな。バックを取ったジョシュ・バーネット。近藤勇樹もジャーマンスープレックスで投げ飛ばしました。ジョシュ・バーネット、このパターンになると今度はジョシュ選手ですね、あのペースになってくるんですね。あの両国近藤戦でも、ジョシュ・バーネットはこうしてまず先手を取っていきましたよ ね、 そうですね。このポジションが一番ジョシュ・バーネット選手は落ち着くポジションだと思いますね、さあパンクラス王者になりましたジョシュ・バーネット。左手を上げたいですね。刺してる腕ですね。高橋が左手を上げていきたい。上げてちょっと横に脱出したいですね。しかし先ほどからこのニュートラルコーナーを背負ったままです高橋良樹。捕まった状態、ここからどう打開することができるでしょうか。横に出た方がいいですね。さあ首相撲で膝攻撃、膝を見舞っていくジョシュ・バーネット。横出た方がいいですね。打ち合っていきます。高橋はその隙をついてパンツで切り返そうとします。あ、これはちょっと危ない。下腹部に当たりましたか。一瞬当たりました。でもそんなにダメージないです。さほど深刻なダメージにはならなかったです。2回続けてやったみたいですよね。そうですね、まあ、かなり追い込まれているという証拠だと思います、はい、ただこれで一旦ブレイクすることができました。またあのボクシングの勝負に高橋持ってきたわけですか、はい、高橋選手、ジョシュ選手のパンチ見えてますね、はい、そして船木さん、はい、この高橋のですね、はい、こう大振りにも見えるこのフックなんですけれども、はい、これかなり高橋の特徴的なパンチですよね。そうですね、ただこれ軌道がですね、外、目の外から四角から持ってくる、はい、持ってきますので、結構あの当たってますね。これがジョシュ・バーネットの顎を一発捉えることがあるんでしょうか。あ、そして出血を見ています。これジョシュ・バーネットですかね。話ですね、やっぱりあのパンチが当たっていたという、フックが入ったと思います、やっぱりチャンスですね、はい、もうちょっと体勢低くして、はい、できれば外出たいですね、あの身長差あるんですけども、はい、ジョシュ選手の方が高橋選手よりも下の方にこう下の方に向いてます、ですからなかなか高橋選手がその抜け出せない状態になりますね。重心を低く置いて押し付けていきます、ジョシュ・バーネット。あの左肩で高橋選手の体を支えてますので、はい、この辺りがやはりそういうジョシュ・バーネットの思い通りの展開ということも言えるわけですね。そうですね。さあキングオブパンクラス無差別級のタイトルマッチ、高橋選手初めて、はい、すごく落ち着いてますね、はい、第1ラウンド終了しました。中村さん、はい、あのバーネット選手の鼻血なんですがね、まあ、ドクターに話を聞きましたが、はい、単なる鼻血ということで骨折はありません、はい、特に問題はなく試合は続行できるということです、それよりはスタミナの方のダメージの方が気になるということでしょうか。ジョシュ・バーネット、まあ、体が大きいのでそれだけスタミナの消耗量も多いとは言えますが、この四角から襲う高橋のフック徐々に徐々に捉えています。ジョシ選手が押してきた時に横に出てほしいですね、はい、ここですね。これ足掴まれたらもう倒されますんで、さあフロントレー、さあグラウンドに持ち込んだジョシュ・バーネット、すぐ立った方がいいですよ。さあバックを取りました高橋の後ろを取っている。ここからどう持っていく、小刻みにパンチ左手で持っていきます、はいはい、この状態かなりジョシュ・バーネット言うじゃないですか。そうですね、これパンチどんどん入ってきますので、できればもうスイッチして立ってまた打撃、スタンディングに持っていきたいですね。持っていきたい。ジョシュ・バーネットはこのまま隙を狙いたい。さあパンチを見舞う。ここでまた隙を見せてしまうとさらにサブミッションということにもなるわけですよね。そうですね。ただこの状態で例えば高橋選手が立ったとしても、はい、またスープレックス狙ってくると思いますので、なかなかちょっと動けない状態ですよね。このあたりぎっちりとジョシュ・バーネットは右手で高橋の体をホールドしておいて、はい、左手でパンチを見舞っていっています。ですから逆にそのちょっとですね、はい、間を置いて前転して、はい、ちょっとその間合いを広げてそこで立った方がいいです。さあ高橋立とうとすると立ち上がりに行きます。あ、これまたチョーク狙いに来てますね。
今のこの形はジョシュ・バーネット選手のパターンですね。近藤勇樹はバックからジョシュ・バーネットにスリーパーを奪われて敗れました。そうですね、ここからコツコツとパンチ当てて、はい、徐々にそのスリーパーの形に持っていこうとしてますので、鶴竜さん、はい、第1ラウンドに比べてちょっとバーネット変わってきましたか。そうですね、今もすごい冷静ですよね、やっぱり自分の有利なあのポジションになりますよね。あ、さあしかし高橋くるっと体を入れ替えて、上を取りました。ガードポジション、この状態からの高橋選手のパンチ結構強いですから、はい、あの鉄槌とかですね、上からその叩き落としとかもありますので、このパターンの練習ってすごかったですね。そうですね、これをですね、崩されなければ、はい、あの2ラウンド目も高橋選手のペースで進むと思います。この試合初めてグランドで高橋が有利なポジションになりました。さあここからどう持っていく。パンクラスのベルト、ジョシュ・バーネットに奪われています。取り返すためにわざわざ新日本のリングまでやってきた高橋良樹。おそらくあのこの状態からだとバーネット選手逆十字しかないと思いますので、はい、どんどんそれだけを気をつけてボディとあの顔面どんどん打ち込んでいったことですね。はい、これフルネルソンですね、首を捉えています。これかなりきついですよ、このグランドでフルネルソン、はい、ジョシュ・バーネットの首、あ、この角度。高橋はバーネット選手はですね、徐々にその横に回って逆十字取ろうとしてるんですよ。はい、これですね、はい、これすぐ抜いた方がいいですね。高橋の腕を取りに行きます、はい、三角締めですね。三角締め入ったか、まだ腕は伸びきっていない。さあどうだ、腕を伸ばした。ジョシュ・バーネット三角締め、あの三角締めからの逆十字に入りましたね。あの状態に剣が伸びたという、ちょっと抜けるのが遅かったですね。グランドで下になりながら関節で防衛に成功いたしました。ジョシュ・バーネット、近藤勇樹に続いて高橋良樹を連覇、初防衛に成功しました。三角締めの形入った瞬間に、はい、もう抜いてなかったからですね、すぐに逆十字に移行されてしまいましたね。さあそしてジョシュ・バーネット初防衛を終えてマイクを握ります。皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。強いボクサー、He's a strong fighter and I'm very happy to have fought him tonight and to be the first person that I defended the belt against. Each time I defeat another opponent, I'm going to take his spirit and put it in this belt. And with each spirit that I add to this belt, it's just going to get stronger and stronger. And all the help from everybody out here is going to keep this beltNumber one and around my waist until we decide to let it go. ありがとうございました。巨大怪獣ヒカルド、新日本上陸。2m5cmの巨体を誇るブラジリアンバーリトゥーダ。先に行われたジャングルファイトでも圧倒的パワーを発揮。その凶暴性に猪木が惚れ込み、今回の新日本初登場が実現した。だが今回の対戦相手高坂剛は日本格闘技界を代表するヘビー級選手。あの吉田秀彦も認める超実力者だけに決して侮れない存在だ。腹を減らした巨大怪獣と世界のTK、究極の激突が今始まる。アルティメットクラッシュ、ヒカルドン VS 高坂剛。とにかく大きさばかりが噂されております、この巨大怪獣ヒカルドン。アントニオ猪木の秘密兵器とも言われております、ブラジリアンバーリトゥーダ。かつてはヒカルド・モラエスの名前でさまざまなバーリトゥードに出演してまいりました。そして先月9月17日アマゾンのジャングルファイトにも出場。対戦相手を1ラウンド2分6秒という非常に短い時間で TKO 圧勝いたしました。その戦いぶりに猪木が今一番注目している選手でもあります。
さあ第1ラウンドゴングになりました。5分の3ラウンド、これいいと思いますよ。まずは足を捉えていました、はい、これでいいと思いますよ。これ高坂選手のパターンですね、パターンですか。でヒカルトン選手は左足サポーターしてますので、はい、おそらくまあ、ちょっと悪いんだと思うんですよ。コーナー際はちょっとこれは蹴りが飛ぶ、蹴りが飛ぶ。高坂選手顔切れてませんか。切れてますね。これ額のあたりから出血してるんでしょうか、はい、でしょうか、ね、はい。この状態からのパンチですね、これは結構重いと思いますよ。高さがある、距離がある、あこれチャンスですね。高坂が決まった体勢をひっくり返した。一瞬の隙を見逃さない、さすが世界の TK。 今のガードが空いてますんで、足に行ってもいいんじゃないですか。パンチがパンチを振り下ろす、パンチを振り下ろす。ヒカルトンにパンチを、高坂がパンチをパンチを雨あられ。休まない方がいいですね。ここは攻めた方がいい、どんどん攻めていった方がいいと思います。足にタックルに入ってきた、自分でそのタックルに入ってますんで、かなり疲れてると思うんですよ。これ横から殴った方がいいですね、殴ってどんどんこれ続けて、ここは一気に TK の耳ですね、耳を殴った方がいいですね。それはどうしてなんですか。三半規管がちょっと弱くなってきますので、座が行った、座が行った。これもいいですよ、これどんどん続けて、もうかなり動き止まってますんで、もうどん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 1秒に1発必ず何か出した方がいいですね。ここが攻めどころ、しかし体を生かされた。さあ残り時間あとわずか、マウントになった。しかしここをヒカルドン、これ十字固めいきますよ。十字いきますか。腕を狙うか、腕を取るか。膝いった、膝いった。これもっとやった方がいいですね。もう一回、もう一発顔面に対して膝が向かう。今度は上からパンチを振り下ろして、さあラストラウンド、これで終わりました。判定に入ります、判定に入ります。ジャッジ進めて3対0をもちまして高坂剛選手の勝ち。勝ちました、世界の TK。 逆境を跳ね返して、体格差を跳ね返して、技術で勝利を手繰り寄せました。